どうも皆さんこんにちは。いつまでもダラダラとゲームジェタイ中の人エルザです。今回は次の復刻枠にアベンチュリンが来るということで、今登場しているレースとのガチャ優先度について話をしていきたいと思います。アベンチュリンの復刻に関してですが、正直もう少し遅めに来るのかなと思っていましたが、まさかの復刻となりましたね。これに関しては正直びっくりしています。まあ、最近の復刻の人数が増えたっていうのは気にはなっていたんですけど、まさかこんな感じで調整が来るとは思っていませんでした。ですがこれはある意味耐久枠を選びやすい状況っていうところもありますので、タイミングとしてはめちゃくちゃいいのかもしれないですね。ということで今回はレイサとアベンチュリンの2人を比較しながらガチャの優先度について紹介をしていきたいと思います。それでは早速解説していきます。まずはレイサのガチャを引くポイントについて話していきたいと思います。こちらに関しては耐久面に絞って話をしていきたいと思います。まずレイサの魅力的なところですが、緊急時や自身が行動できなくても回復やデバフ解除で状況を好転できるヒーラーとなっています。レイサに関しては常に全体の回復と風ユアによる定期的な回復が可能となっており、それなりに回復面で苦労することはないキャラとなっています。また敵の攻撃回数が多かったり行動制限デバフなどを受けてしまっても緊急の回復や独立した風ユアのおかげで体勢を整えることが可能となっています。安定感に関しては非常に高いキャラとなっているんですよね。そういった点から回復で耐久面を整えたい人には欲しいキャラというところになっています。ではレイサについてですが、引き得になる所持状況についても話していきたいと思います。まず1つ目、編成の組み合わせにばらつきがある人にはおすすめとなっています。レイサに関しては回復を主軸としたキャラとなっていますので、基本的にはいろんな編成に入れても問題なく活躍ができるようになっています。もちろん衝撃編成で使えば最適となり火力を発揮できるようになりますが、それ以外だと火力の発揮はできません。なので他の編成で使用する場合は回復役として活躍してもらう前提で入れるといいかと思います。結構ヒーラーって大事な位置になりますからね、持ってるだけでいいのかなっていうところです。続いて2つ目です。限定耐久枠が1人もいないならおすすめっていうところです。現在の復刻の状況などを加味すると、限定法上の頬が一時復刻が来ない可能性があります。最近復刻があったのでなおさら来ないなっていうところですね。なのでヒーラーとしてレイサは重宝するキャラとなっています。そうなってくると今度復刻するアベンチュリンをもともと引く予定がないっていう人からすると、レイサは抑えといていいキャラなのかなっていうところになります。それでは続いてアベンチュリンのガチャを引くポイントについて話していきたいと思います。アベンチュリンの特徴としては高耐久かつ維持が簡単で、さらにデバフ抵抗アップもする高性能バリア持ちのキャラとなっています。アベンチュリンに関してはスキルテンプによってバリアを付与することが可能で、さらに効果抵抗もアップするため守りの面ではかなり強い性能となっています。しかもバリアに関しては攻撃を受けるほどテンプがチャージされるというのがありますので、意外とバリアの張り直しに SP を消費しないという嬉しい要素もあります。バリア持ちの中では間違いなくトップクラスの性能となっていますので、耐久枠としてはとても魅力的なキャラとなっています。それではアベンチュリンの引き得になる所持状況についても話をしていきたいと思います。まず1つ目、追加攻撃や必殺技型の編成を主軸で使用している人にはおすすめとなります。テンプのカウンターに関しては追加攻撃判定となっており、バリアの付与も同時にするため味方の耐久と SP を合わせて管理することは可能となっています。こういった面では追加攻撃持ちや必殺技型の編成と相性がいい性能となってるんですよね。しかも耐久枠としての仕事をしつつ、さらに必殺技の火ダメアップなどのデバフも付与することが可能となっていますので、耐久面だけでなく火力面のサポートもできる点が非常にこの2つの編成と相性良くなっています。なのでこの編成をすでに使ってるっていう人からするとアベンチュリンは欲しいところっていうところになります。続いて2つ目です。限定耐久枠を2人所持していない人におすすめっていうところです。アベンチュリンのバリアに関してですが、手軽さだけでなく火力面においても異物選びやステータスをしっかり厳選することで火力面でも活躍ができるっていうのがあります。特にテンプの7段ヒットで万ダメを出すことも可能となっていますので、攻撃的な耐久枠が欲しい人にはおすすめというところです。ただバリア持ちっていうところに関しては耐久値が低いと回復キャラに劣るところがありますので、限定耐久枠を2人所持していない場合はバリア耐久として所持しようという話になります。
まあ、それでも十分強いところはあるんですが、意外と育成によって弱くなったりするキャラではありますので注意が必要というところです。だから今回は2人所持していない人向けとなっています。それでは2人の特徴が分かりましたので、次は編成から見た扱いやったというのを見ていきたいと思います。まずレーサーに関してです。1つ目は弱点撃破編成ですね。まあレーサーを使うならこの編成っていうとこです。この編成に関してですが、正直超撃破さえ発動してしまえばホタルがいなくても火力は十分に発揮できるようになってます。例えばカフカでも過去に動画を出してますが、これでも十分うん十万っていうダメージ出せるんですよね。他にも超撃破の発動で火力を出せるキャラクターがたくさんいます。なのでホタルではなくても大丈夫です。ただホタルの場合いい点としては炎弱点の付与っていうのがありますので、そういったところではレイさんも火力を発揮できるっていうのが嬉しいポイントとなります。そういった意味ではこの編成が最適っていうところになりますね。この編成に関してはアベンジュリンではなかなか対応ができない編成っていうところになります。続いて2つ目、師匠の追加攻撃編成です。こちらに関しては回復面と追加攻撃によるサポートが可能となっています。ただし属性相性的に火力を出しづらいっていうところがあります。なので適性はちょっと下がるんですよね。このあたりは異物や弱点のコントロールが必要となりますので、アベンチュリンと比べると適性値がちょっと下がるっていうところになります。あくまで追加攻撃によるサポートができるっていうところですね。レーサーの編成に関しては弱点撃破と追加攻撃編成、その他にもいろいろ使えますので適性は高い方かなと思います。ただし弱点撃破編成以外においてはどうしても2番手的な扱いの性能になってしまいますので、一番有効活用できるのは弱点撃破編成となっています。続いてアベンチュリンについても見ていきたいと思います。こちらに関してまず1つ目は追加攻撃編成となります。この追加攻撃編成に関しては最強格レベルになりましたね。まず追加攻撃の耐久枠で他のキャラと相乗効果があるのがいいところです。これはレーサーと差別化ができる部分ですね。味方の追加攻撃によって自身のチャージストックを貯めることができます。テンプの発動が活かせるのが本当に強い点かなというとこですね。またこの場合アベンチュリンのテンプの発動が多くなりますので、火力源としても活躍ができます。続いて2つ目は読み編成になります。読み編成と相性がいい点としては、必殺技のデバフ付与により読みの火力を上げつつ戦えるっていうところですね。なので読みの必殺技の前に必ずアベンジュリンの必殺技を挟む方がより火力を狙えるようになっています。またこの編成においてはデバフ付与が肝となってきますので、先駆者などをアベンジュリンに装備させればアベンジュリンの火力もさらに見込めるようなところがいいところと言えます。アベンチュリンに関しては追加攻撃と読み編成っていうのが今の主軸になっていますが、異物の切り替えによってダメージが全く変わってくるところがありますので、そういった調整は必要なのかなと思います。2人の編成の違いとしてはこのようになっています。大きな違いとしてはホタルと読みの編成それぞれ使い勝手がいいかどうかっていうところですね。適性がちょっと違うのも面白いところかなと思います。それではこの2人に関して結構いい限定耐久かなと思うんですが、明確な違いについても説明をしておきたいと思います。ポイントとしては3つほどですね。まず1つ目、一番合う編成の適性が違うというところです。これは先ほどのを見てもらっていると分かりやすいかなと思います。この2人に関しては普通に使うだけなら耐久面においてどちらも優秀かなと思ってますね。ですが最短クリアやハイスコアクリアを目指すとなった場合、最適でその差が大きく出てしまいます。この点に関してはどの編成を主軸にするかが問題になりますので、超撃派ならレーサー、追加攻撃ならアベンチュリンという感じで覚えておくようにしておいてください。使い回しはできるんだけど最適かどうかというところで差が出るというところです。続いてポイント2つ目です。火力面での汎用性が違うというところですね。この2人に関してですが、攻撃ができる耐久枠というところが似ている部分となりますが、厳密には汎用性の違いというのがあります。レーサーの場合は超撃派において火力を発揮することが可能となっていますが、アベンチュリンは元々の火力が高いというのがありますので、敵の状況に関係なく火力が出せるんですよね。レーサーの場合はどうしても超撃派の発動と敵の人生削りが重要となってきます。ですがアベンチュリンの場合は防御力をもとに火力を出すことが可能となっているので、敵の状況に左右されないんですよね。この条件を満たして火力を出すか、または常に一定のポテンシャルを出すかっていうのが大きな違いとなりますので、その点は注意しておく必要があるかなというところです。そういったところではアベンチュリンの方が安定感は高いっていうのがありますね。
ただ面白いのは超撃破編成にレーサーを得た瞬間レーサーの方が火力が高くなるっていうところがありますので、このあたりは本当難しいところかなと思います。続いて3つ目、デバフ対策の違いっていうところです。デバフの対策という面で見てみるとアベンチュリンの方がちょっと有利なところはあるかなっていうところです。というのも最短クリアを考えてみるといいんですが、レーサーの場合は確かに解除は可能となっています。ですが一度デバフを受けるため行動が遅れたりターンを無駄にするっていうことがあるんですよね。これが後々ラウンドに影響していきます。ですがアベンチュリンの場合は 100% 受けないっていうわけではないですが、そもそも受けない可能性が高いため行動順を無駄にすることがありません。もちろん確率の問題で必ずではないですが、エンドコンテンツのハイスカーを狙う際はかなり重要な要素となります。ターンを無駄にしないっていう点ではアベンチュリンがかなり優秀というところですね。今回3つの明確な違いについて話をしましたが、一番大きなところとしては火力面の汎用性かなと思います。攻撃ができるっていう言葉もありますが、どういった状況か条件なのかっていうのが大事になりますので、その点はしっかり押さえておくといいかなと思います。それでは最後アベンチュリンとレーサーの優先度について話をしていきたいと思います。まず優先度ですが、アベンチュリン、レーサーという順番になりますね。この理由に関しては耐久枠としてアベンチュリンの方が優秀だからというところです。まずアベンチュリンに関しては運用のしやすさや攻撃と耐久面の性能から見てアベンチュリンの方が一歩リードしているという感じなんですよね。特にバリアの手軽さに関しては本当楽なところとなります。これに関しては SP 管理も関わってくるので結構嬉しい要素なんですよね。しかも火力面においても敵の状態に依存せず安定したダメージを出せるというところがありますので、その点からはアベンチュリンが優先度高めというところになります。もちろん編成の広さとかそういうのはありますが、どっちが耐久枠として優秀かって言われるとアベンチュリンが一歩リードかなというところです。ではレーサーを選ぶ要素っていうのも考えていきたいと思いますが、これに関してはキャラ実装のブームが影響するのかなと思ってます。なのでレーサーをどうしても選びたいっていう方に関しては超撃破ブームが来てますので、レーサーの方が活躍する可能性は今後あるっていうところです。これに関しては期待の話になります。まず現在のキャラブームとしては防御無視っていうのがまずありますね。さらに弱点撃破の高ダメージキャラが増えてきてるっていうところがあります。こうなってくるとそもそも使用する編成が弱点撃破編成に偏る可能性が出てきてますので、撃破編成に貢献できるレーサーが欲しくなってくる部分があるのかなと思います。ただこれに関してはあくまで予想となっていますので、超撃破ブームが続くならという感じでの話になります。このあたりはね、どうしても編成のブームとかキャラの性能のブームとかが影響しますので、予想して選ぶっていうのも大事なことかなと思います。ではそういったいろいろな点を加味した上で個人的におすすめっていうのを話していきたいと思います。先ほどまでは性能的な話ですね。個人的なおすすめとしてはアベンチュリンがおすすめっていうとこです。アベンチュリンのバリアと火力面を考えるとやはりこちらが優先をしたいところかなっていうとこです。最近になって追加攻撃編成は強くなってきてますからね。そういった意味では必須級のキャラになってきてます。その上で他の編成でも使えるのが嬉しいところです。また残りのヒーラー枠としてギャラガーがいるようであればアベンチュリンと使い分けが可能となっています。この2人でそれなりに耐久枠を賄えるようになりますので、2編成分の耐久枠は確保できるのかなというところです。ただレーサーとアベンチュリンに関してですが、圧倒的な差があるかって言われると正直それぞれ強みがあるので難しいんですよね。なんですが高難度だったりとかいろいろ使っているとアベンチュリンの方が使い勝手がいいのかなというふうに感じています。ということでご視聴の方ありがとうございました。このチャンネルでは今後も好きなゲームの解説やライブ配信をしていきます。引き続き動画アップしていきますので、応援してくれる方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。